入ってくる時に思ったけど、本当に綺麗な星空だね。ええ。あれから10年以上も経ったんだね。そうね。俺、いろんな夢見てた。アクアやテラの夢や、空たちの夢も見てたかな。あと、全然見たことのない仲間の夢や、そうそう、変な動物もいっぱい出てきたな。夢の中でも、ずっと冒険してた気がする。私もいろいろあったわ。でも、もう少し。もう少しで元に戻る。テラが戻ったら、いっぱい話そう。